16歳の愛犬リオ娘ですが、犬の調整に通い始めてからかなり調子が良くて、お散歩スピードも全然違います。今日は犬の調整って何、犬の生態の違いをシェアします。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして16歳の愛犬リオ娘とちびっこマイティ2歳は後ほど登場してもらいます。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みになります。リオは今16歳、今年の夏で17歳になるんですけど、少し前に突然寝起きに後ろ足が立ち上がれなくなるっていうことがあって、それをきっかけに予防医学に力を入れているラッポン先生の犬の調整に通っています。初回の施術の様子だったり、その後のリオの変化も少し前に動画にしていて、かなりね反響いただいているので、まだ見てない方はそちらもぜひ見てもらいたいんですけど、今日は犬の調整って一体何っていうところを生態との違いを含めて先生に聞いてみたので、そちらをシェアします。生態と調整の違い、生態が悪いとかではなくて、生態っていう一般的なイメージが自分が伝えたいことと違うから調整って言ってるんですけど、その生態って言うとやり方の一つになっちゃうんですよね。療術の中の一つが生態で、カイロとかマッサージとかいろんな手法があるじゃないですか。で、生態は骨とか筋肉を治すっていうイメージがあるので、生態も含めて調整って言ってるんですけど、実際はざっくりと体のジャンルを3つに分類して、筋骨格系が1つと筋肉と骨格、筋肉と骨格、そういう生態の分野ですよね。そこは、はい、筋骨格系でできてる部分と、あとは内臓系でできてる部分、あとは脳神経系、この3つが最初の細胞が違うんですよ、発生の時点で。おそらく違ったリズムで1つになってるんですね。でそれが3つコラボして1つの症状を出してたりするので、筋骨格系で出してるんだったらそれでいいんですけど、そうじゃなかったら、例えば内臓だったりした場合は、内臓やらないと歪みが取れないとか、そのパターン多いですけどね。その場合はそっちやらないといけないし、その脳神経系が原因の場合はそっちを調整かけないと膝の痛みが取れないとか、そういう原因と症状が別の場所にあるっていう発想がないと、治すってとこまで持っていけなかったりするんですよ。ワンちゃんを治すっていうあり方があって、いろんな調整があるって考え方で、生態でこれがっていう考えではない。もっと言っちゃうと、飼い主さんの体調とかメンタルの状態で咳が止まらないワンちゃんとか、なんか病気が悪化してるワンちゃんとかって結構いる。家族の問題が犬にスライドして病気になっちゃってるワンちゃんとか、もっと言うと、その住んでる場所の水脈の問題とか。水脈？はい、水が流れてるじゃないですか、その、はい、おかしいな流れになってると、その住んでる上の場が崩れるって言うんですかね。ジオパシックストレスって言うんですけど、ジオパシックストレス、ジオパシフィック、ジオパシック、ジオパシック、地球の病気って意味ですね。へえ。そっちの場合はそっちやらなきゃダメじゃないですか、うん、そこまで含めて調整って言ってるんで、ワンちゃんの体の問題だけっていうこともあるし、体の中でもそれぞれ違う世界があるんです。難しいは難しいですけどね、そういうとこまで見て結果を出すという意味で調整って言ってると。生態っていう技術になっちゃうと、やり方がうまいかどうかだけの判断になっちゃうんですよ、うん、今この場で結果が出たら OK っていうことなので、それだと根本的な解決になるということで、調整っていう言い方にしてるっていう。ヨッチめちゃめちゃ元気だね。これなんかパワフルすぎるよ。いいんだけどさ。落ち着かない子の場合はこうやってあえて動かして、本当はこう止めてやりたいんですけど、はい、動かしながらやってるのが強く見えると思う。実際はほとんど圧をかけずに微妙にちょっとかけて、ちょっと抜いて繰り返してやってます。だからマッサージではないですね、はい、どうでしたか？かなり奥深いですよね。私は話し下手なので、うまく例えられるかお伝えできるか微妙なんですけど、医療知識がない私でもイメージ的にね、分かりやすいなって思うのは、例えば風邪をひいて咳が出たり喉が痛くなったり鼻の症状が出たりとかするじゃないですか。そんな時に多くの人がお薬で症状を止めようとすると思うんですよね。
で、これはね、一般的な王道の選択肢に入ってくるかと思うんですけど、だから多くの人がね、疑問も持たないですよね。薬屋さんに行ってね、風邪の症状が出たからお薬買いに行こうみたいなの、疑問に持つ人なんていないですよね、あんまり。でも体が本当に必要にしているのはお薬じゃなくて、良質な睡眠だったり休息だったりするかもしれないですよね。もしかしたらストレスまみれの職場環境で体調を崩しやすくなっているかもしれないです。それも無視して、とりあえずお薬飲んで症状止まったからと思って残業して夜更かしとかなっちゃって睡眠時間が短い日が続いたりとかすると、今度はね、いきなり高熱とか出たりしないですか？私はね、そういった経験何度かあります。だから愛犬に対しても、ただ単に今見えている症状だけじゃなくって、その根本的な原因にアプローチしたいっていうふうに考えてるんですよね。じゃないと今見えている症状がたとえなくなった、軽減されたとしても、今度は他のところに影響が出ちゃったりとか、いたちごっこになっちゃいますよね。で、場合によっては今度何か出てくるときにより大きな問題になってしまったりとか、同じ症状でももっと深刻になってしまったりとか、そう考えていろいろ調べてたら、予防医学に力を入れてるラッポン先生にたどり着いたんですよね。今リオンは冒頭に話した後ろ足の問題だけじゃなくって、腎臓や肝臓の数値も悪かったり、心臓も良くないです。ここ最近だと歯茎の根元に膿が溜まってしまって、まつりが腫れちゃったりするような歯茎の問題も出てきちゃいました。取り急ぎね、今は抗生剤を飲んで様子を見てますが、繰り返しちゃったり悪化しちゃったりする可能性もあって、そうなると目のね、ここの下の部分に穴が開いちゃったりとか、ご飯がね、食べるのも大変になっちゃったりとか、そうなると全身麻酔でね、歯を抜くしかないっていうふうに言われています。この全身麻酔もリオッチのようにね、前庭疾患があるとリスクになります。だからそうならないようにね、自分自身の視野を広げて、今までの従来の西洋医学の動物病院だけにとらわれずに、自分でもできることがないかっていうのを調べたりとかしている段階です。正直ね、ちょっとね、焦ってます。年齢も年齢だし、リオッチがね、降りたいよって言ってきたので、兄さんよ、ちびこマイティと選手交代です。私もリオの歯茎の問題が起こった時に、最初歯にばっかり目がいっちゃって、もちろんそれも大事なんですけど、それだけじゃないって今は思うんですよね。リオの免疫を上げるために何ができるのか、病気に強くなる体にするにはどうしたらいいのか、そう考えた時に犬の調整で多角的にアプローチしつつ、でも先生だけにおんぶに抱っこではなくって、同時進行でリオのママとして何ができるか、何をやってあげるか、そういったことを考えて今の愛犬生活をね、改善していきたいなっていうふうに強く思っています。今リオみたいに不調を抱えてるワンちゃんの親御さんにちょっとでも参考になれば、リオも私もとっても嬉しく思います。今日みたいな愛犬家の役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると愛犬家仲間にも広がりやすくなるので、ぜひよろしくお願いします。それではマイティと See you next time! Bye!